い、それでは FF7 続きやっていこうと思います。さて、今回は、北東の町だね、に向かっていこうと思います。もうミッドガルに来ることはしばらくないのかな。また来ることになるとは思うんですけれども。さあ、北東なので、こっち側でしょうか。目指していこうかなと思います。入っちゃった。いや、この BGM もいいよな。このミッドガル入る時の。画面がさ、暗くってあんまりよく見えないんですよね。あれ？全然違う方向行ってない？北東、北東、北東。あ、ちょ、普通に出てくるのか。はい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 。サイドアタック。盗めないかな。盗めない。お、いいね。まだ使わないでおこうかな。なんか盗んで。なかなかになんか盗む成功しないですね。こっちも同じかな。初めてね。怖っ。じゃあお願いします。盗めなかったってことは何かしら持ってるってことですよね。お、ポーションだ、やった。さあ、じゃあちょっと街目指してやっていきましょうか。やばい、方向が分かんない。あ、やっぱこっちか。こっちだね。こっちの方にありそうな気がするよ。北東って言ってたもんね。私間違えてないよね。大丈夫だよね。あ、リミットあれなんだね。バトル引き継がれるんですね。ありがたいわ。体当たり。こいつらあれかな、ポケモンでいうとこのコラッタとかあの辺ですかね。マメパトとか。あの盗むのマテリア成長させないとね。たくさん盗んでいきましょう。盗み続けないとあれですよね。ちゃんとあの盗むのコマンド使わないとマテリアって成長しないんですよね。どうなのか。肉は温存で。あ、あそこか、見えたわ。さまよってたんですけれどもね、場所が分かんなくって、北東ってどこだって思ったんですけれども、地図が読めない女だからな。なんか街が見えたわ。こんな感じでフィールドになんか街ってあるんですね。あー、ちょ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 、こいつらか。こいつからなんかね、ハイポーション盗めました。よし、前を向くんや。盗んで、運が良ければハイポーションが盗めなかった。魔法使うっぺか。よいしょ。マシンには雷打てておばあちゃんが言ってたからな。はい、ラストチャンス、盗む。盗んで、おー、来た。やった。ハイポーションがね、もう底をついちゃったのでありがたいね。オッケー。このパーティーの安定感やばいわ。ということで街に入ります。ここかな。ここがカームだ。みんなもうついてるかな。早く宿屋に行きましょう。すぐそこにあったな。とっとと来いよ。まあまあ、待ちなされ待ちなされ。まずは探索ですよ。
あ、聞いてくれよ。何か面白いことでもないかな。シノカンパニーがマコンエネルギーを実用化してくれたおかげで、わしらの生活も便利になったもんじゃ。やばい。やばい。そう、滅亡に向かってよとも知らず。そう、プレジデント殺されたんですよ。ルーファース新社長も大怪我したって言うじゃないか。どうだ、初耳だろ。興味ないね。関心なしか。旅をするなら、シンラカンパニーの動きには注目した方がいいぜ。実情を知らないっていうね。空中に浮かぶ都市と言われるミッドガル、一度この目で見てみたいものだ。めっちゃ近所にありますけれども。マコーラのある場所の土地はどんどん痩せていってしまうという話だ。この町みたいにマコーエネルギーを供給してもらうだけっていうのが一番いい方法なのさ。ここは？あ、飲み屋っぽい。ミトガルではアバランチという反シンラ組織が活動していたらしいが、ついにシンラのソルジャーによって全滅させられたそうだな。おー、嘘情報が流されている。帳簿に入ってこないでおくれ。あ、なるほど。失礼しました。と言いながら入るっていうね。俺はよ、この町の南にある鉱山、ミスリルマインで働いていたんだ。しかしよ、その鉱山にモンスターがワンサカ出るようになっちまってな。おかげで商売上がったり、ここで火がない一日飲んだくれてるのさ。おー、行くことになりそう。ミッドガルじゃテロリストがマコールを爆破したらしいぜ。最近物騒なことが多いよな。目の前で自分のこと言われるってどんな気持ちなんでしょう。あ、こちらはモンスターってシンラが作ったって噂がある、が本当かね。ちょっとここはネガティブキャンペーンしときましょうか。その通りだよ。どっちにしたってマコーラの世話になってる限りシンラには逆らえないんだけどね。うわー、最悪なことになりますよ。このまま息子が社長になっちゃうと。てかもう社長になったのか。なんか恐怖で支配するって言ってたもんな。平和じゃの。その笑顔はいつまで続くかな。普通の民家にも入れるってのがいいですね。まあ、こういう街並みはなんか、剣と魔法って感じ、ファンタジーって感じ。マコエネルギーのおかげで生活がいろいろと便利になったシンラ様々よね。あなたもそう思うでしょ。ネガティブキャンペーンします。マコエネルギーのない生活なんて私は考えられないわね。まあ、この世界当てはめると電気がないとかそんな感じのレベルで大事なんでしょうね。いろいろと便利になったけど、でもその代わりに動物や植物がどんどん減っているような気がするわ。お、正解、正しい。昔の方が良かったんじゃないかと思うの。そうかもしれないね。この子はいい女になりそうだな。よし。ここはミトガルから来たんじゃと。わしも以前ミトガルに住んでいたんじゃが、近頃あそこもいろいろあるようじゃな。ほんとだよ、シンラが大暴れしやがってよって。え、あ、ワンちゃん？特になんか会話の内容が変わるとかそういうわけではない。あ、あ、棚は調べるものですね。エーテルゲット。他に棚はないですか。漁らせてほしいんですけど。 この家とかもない。棚、あ、これとかか。開かない。あ、あー、ちょっと、おー、エーテル、やったー。調べるものですね。なんかさ、こう背景と同化しちゃってるからさ、調べられんのか調べらんないのかわかんないわ。とりあえず漁ってみようってことだよな。とりあえずエーテル2個やな。ちょっと奥のお家も見てみましょう。どうも。怪しい黒マントの男がこの町にいたんだ。物騒な刀なんか持ち歩いてさ。あ、セフィロスかな。セフィロスね、名前はめっちゃ出てきてるんだけど、お姿はまだ見せてないんでね、ちょっと気になりますよね、セフィロス様。まあ見た目は知ってると言っちゃ知ってるんだけど、まあ有名だからね、FF の中でもね、かなり。お兄ちゃん、子供っぽくて私恥ずかしい。お、
これはガードアップ。そういえばさ、なんかアクセサリー何種類か持ってたよな私。タリスマン、星のペンダント、ガードアップってなんだろう。これは、あ、体力上げる。ほー、あれか、マックスアップか、ポケモンでいうところの。なるほど。僕大きくなったらシンナのソルジャーになるんだ。そのために今から猛訓練してるんだ。なるほど。子供の夢になんかとやかくは言いたくはないけど、やばいんじゃないんですかって。ここはここは、お、これもよっしゃ、エーテル。昔のゲームってそうだよね、カメラ操作ってなかったですもんね。あったとしても少なかったのかな。なんか久しぶりにさ、この右スティックを触らない感じがすごい違和感がある。さあ上に行ってみよう。どうも、ここお店屋さんかな。あ、アイテムや、よし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 、アイテム買います。ハイポーションがない、ハイポーションがない。毒消し、目薬、暗闇、怒り状態になる。目薬買っとこうか、あった方がいいもんね。ちょっと10個ぐらい、ポーションも10個ぐらい。よし、ちょっと待って、なんか棚とかない、調べられるとこ、漁れるところ。なさそう。これとかなんか宝箱に見えるんだけど違うんですよね。まあ、出ますか。装備品も買いたいな。どうもー。あ、マテリア屋来た。なんかいいのないですか。大地ってなんだこれ、大地系の魔法。ほー、毒系。お、あ、盗むがある、見破る。あ、治療、治療回復とどう違うんだろう。あ、あれか、エスナとかそういうことですかね。ほー、パーティー分断する可能性あるから2個ぐらい買っといた方がいいのか。いや、とりあえず1個でいいか、治療。なんか大地も気になるな。持ってないやつ買おっか。じゃあ、ちょっと高いけど。OK。こっちは？あ、武器屋さん。欲しいです、欲しいです。お、ミスリルセイバー、キャノンボール、ミスリル黒、フルメタルロッド、ミスリルの腕輪。あ、すごい！ 3 つじゃん！よいしょ。武器全員分買えるか？いや、難しいか。バレット。あ、買えるかな？あ！買えない。ロースウッド、タリスマン、アイアンバングル。あ、これとかいらない？売る。買う。よし、変えた、やったぜ。ふう、ちょっと装備変えよう。ミスリルセイバー、あ、そっか、マテリア外れちゃったかな。あ、外れてない、よかった。ここに何か、治療。大地って気になるな。ちょっと別のキャラに持たせますか。よいしょ、ここからは出られない。新しい装備ゲットするとちょっとワクワクしちゃうね。こちらは、あ、なんだ、こっちから入れるのかよ。出口見つからなかっただけか。ここか。光がね、ちょっと部屋反射してさ、モニターと、なんかあまりにも暗いとね、見えないんですよね。ちょっとカーテンを買わないといけないんだけど、めんどくさくってなって。では目的地に。あ、お連れ様が2階でお待ちです。はーい。クラウド遅い。ごめんごめん、遅いじゃねえか。すまない、待たせたようだな。
これでみんな揃ったわね。さて聞かせてもらおうじゃねえか。セフィロス、星の危機、お前が知ってることのすべてを。うん。俺はセフィロスに憧れてソルジャーになったんだ。いくつかの作戦をセフィロスと一緒にこなすうちに俺たちは親しくなった。親友ってやつか。へえ。どうかな。年も離れていたし、セフィロスは自分のことをほとんど話さなかった。戦友かな。俺たちは信頼し合っていた、あの時までは。あの時？戦争終結後のソルジャーの任務は、シンダに反抗する人たちは憂鬱な仕事が多かったな。なるほど。あれは5年前。俺は16歳だった。あ、クラウドさん21歳なんですね。いいと思います。すごい雨だな。あー、セフィロス様出たな。おい、気分はどうだ？うん、大丈夫。俺は乗り物酔いなんてなったことないからな。よくわからないんだ。準備 OK。 なんか面倒見のいいお兄ちゃんじゃん。おい、お前。もう少し落ち着け。新しいマテリア支給されたんだ。早く使ってみたくて落ち着かなくてさ。あれ？え、なんか、キャラが違くない？なんか明るい印象があるんだけど。こっちもセフィロスと一緒にいるクラウドさん。どうなんだろう。子供か、お前は。なあ、そろそろ今回の仕事教えてくれよ。今回の任務はいつもとは違う。それは嬉しいね。なんかちょっと、普段のクラウドさんから想像できないような言動があるんですが、どうしてだ。俺はあんたみたいになりたくてソルジャーになったんだ。それなのにクラスファーストに昇格したのと同時に戦争が終わってしまった。俺がヒーローになるチャンスが減ってしまったわけさ。戦闘民族になってる。だからそういうチャンスがあるなら俺は絶対に物にしてみせるな。どんな気分だ、英雄セフィロスさん。お前、今回の任務が知りたかったんじゃないのか。今回の任務は老朽化したマコーロの調査だ。異常動作を起こしている上に凶暴な動物が発生している。そいつらを始末しつつ原因を見つけ出し排除する。凶暴な動物、場所はどこだ。ニブルヘイムのマコーロだ。ニブルヘイム、ニブルヘイムは俺の生まれ故郷なんだ。そうか、故郷か。え、変な動物がトラックに突っ込んできました。モンスターのお出ましか。あ、バトルだ。あ、ドラゴンちゃんじゃん。ドラクエ出てくるドラゴンっぽいな。お、強い。火炎放射。お、強いね、セフィロス様。なんだこの雲泥の差のダメージは。強い強い強い。こいつ最終的に戦うことになりそうなんだけど、セフィロス様。怖いわ。セフィロスの強さは普通じゃない。世間で知られているどんな話よりもすごかった。あれ？クラウドの活躍は？俺か。俺はセフィロスの戦いぶりに見とれていたな。なんて言ったって14しかダメージ与えられない男ですからね。そして俺たちはニブルヘイムに着いたんだ。クラウドの故郷。あ、綺麗な街じゃないですか。どんな気分なんだ。久しぶりの故郷なんだろう。どんな気分がするものなんだ。俺には故郷がないからわからないんだ。両親は、母の名はジェノバ。俺を産んですぐに死んだ父。あれ、ジェノバ。ジェノバってちょっと聞き覚えのある単語が出てきましたね。シンラビルでも出てきました。セフィロスのママの名前なんだ。父は、俺は何を話してるんだ。さあ行こうか。はい、あ、動ける。うろちょろしてると叱られるぞ。退屈なんだよな、見張りって。
いつものやるかってなんだ、いつものって。練習でもするか。練習、あ、ポーズの練習か。ソルジャーは常に他人の目を意識しなくちゃならないってか。どうだっけ。こうか。ポーズ取ってる。うまくなったな。俺ソルジャーなんかになりたくないんだよね。あら、そうなんです。我慢我慢、仕事だろ。時々話に来るからさ、我慢してろよ。え、なんかすごい好青年じゃん。クラウドさん、魔法の匂いがするな。じゃあ行ってみましょう。ちょっと待った、な、あれじゃねえか、セフィロスが言ってた母親の、そう、ジェノバね。ジェノバ、覚えてよ、ゾシナビルにいた首なしの化け物だな。その通りだ。ちょっとバレット、クラウドの話ちゃんと聞かせて、質問あとよ。でもよ、ティファ。さあクラウド続けて。幼なじみの再会ね。ティファには驚かされたな。村はひっそりしていた。みんなモンスターを恐れて家に閉じこもっていたのかな。いや、俺たちを恐れていたのか。魔航路への出発は明朝、今日は早めに眠っておけ。はい。見張りは一人でいいから、お前たちも休んでおけよ。そうだったな。家族や知り合いと会ってきても構わないぞ。あ、どうも。英雄セフィロスが来るってんで、カメラの用意して待ってたんですよ。セフィロスとモンスターのツーショットが欲しいんです。俺の写真を撮れ。危険なんか家に入って、俺の写真を撮れ。ちょ、イケメンじゃん。ちょ、こんなイケメンめったにいないぞ。危険だから家に入ってろ。偉そうに。こいつは確か、あんたクラウドか。うん、そっか、そうなんだ。なんだよ、その含みのある話は。どうして、いつモンスターが来るか分かんないんだろ。英雄になるチャンス逃すなよ。いや、14しかダメージ与えらんないからな。じゃあちょっとお家見ていきましょう。ん、あ、クラウドの部屋っぽいな。あ、そうだよね、ここクラウドの部屋じゃない。え、どう、え、違うか、違うのかな。あ、深夜の方ですね、ご苦労様です。あ、違った、ごめんなさい。あら、ごめんなさい、クラウドくんだったのね、気づかなくって。あ、シンラー、チンラー、ソルジャー。なんだこの子たちは。モンスターやつけるの、つけるの。かわいいじゃん、かっこいい。かっきー。あら、どうしたんだろう、弟くんでしょうかね。クラウドの家とかもあんのかな。よいしょ。あ、てかね、クラウド、私の家にも入ったの。え、じゃあ、あーにしとこう。ティファいるかなと思って。ここが、ティファの家か。ティファはなんでバレットのところに行ったんだろうね。ちゃんとこう、お家があるんですよね。なんか、あされないです？クラウド、私の部屋にも入ったの？ああ。ああにしよう。なんだこれ、なんか試されてんのかな。ちょっと背伸びパンツを、え、ちょっと背伸びパンツ、あ、ちょっと大人のレースのひらひらかな。クラウド、それ本当なの？ああにしとこう。クラウド、今はすごく真面目な話をしているんでしょ。ちょっと背伸びパンツ、え、ちょっと待って、これ装備できるの、もしかして。あ、てかなんか顔の感じ全然違うね。かっこいいんだけど、こっちもかっこいいでござるよ。さすがに背伸びパンツは身につけらんないか。ちょっとなんか黒のレースのひらひらとかなんですかね。
私のピアノ弾いたの？ギンギンに弾いた。ちょっとだけ。ちょっとだけ。俺だって楽譜ぐらい読め。ファット、ファットソが抜けたんですけど。いいや、もう。楽譜はなぁ、ほんと読み方わかんないと暗号だもんね。おぉ、ちょ、くんかくんかしようぜ。ちょ、くんかくんかくんかん。絶対いい匂いするでしょう。こんな可愛いベッドカバー敷いちゃってさ、くんか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 くん。あ、いい匂いだなぁ、いい匂いだなぁ。でもいないね、ティファ。ここは？うん、あ、ここクラウドの家っぽいな。ここは俺の家だ。5年前の事件とは関係ないな。え？でもよ、興味あるぜ。私も久しぶりだったんでしょ？聞かせろよ。家族と会ったんだろ？え？話したくないんだ。いや、やれやれにしてもちょっと聞きたいから。家族って言っても、親父は俺がまだ子供の頃に死んでしまった。だから母さんが、この家には母さんが一人で住んでいた。ああ、俺母さんに会ったよ。お母さんは元気な人だった。全然変わってなかった。その何日か後には死んでしまったけど、あの時は本当に元気だった。ん？なんで死んだんだ？お母ちゃん、あの、はい、クラウド？お母さん、お帰りなさい。クラウド、仲いい親子じゃん。晴れ姿、母さんにもよく見せておくれ。惚れ惚れしちゃうね。これソルジャーさんの制服かい。母さん、俺、それよくここでなんかゴロンってしてお話ししてましたよね。本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほとかないだろう。別に心配なんだよ。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろ。ちゃんとした彼女がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな女の子がぴったりだと思うんだけどね。そう、この会話ありましたね。クラウドの夢の中に出てきたんだっけ、確か。興味ないな。ちゃんとご飯は食べてるのかい？大丈夫、会社が面倒見てくれてる。そうなのかい。あんた料理なんてできないだろう。一体どうしちゃうのかと思ってたんだよ。ねえクラウド。でもねクラウド。ん？そうだろクラウド。母さんはね、いつだってあんたの。もうやめよう。母ちゃんの死がなんか結構引っかかってるみたいだな。関係してくんのかな。あ、あまり覚えてないんで話すことはもうない。もういいよクラウド。なるほど。じゃあちょっと今回ここで終わりにしておこうかな。まだねちょっとニブルヘイムの街調べられそうなのでね、次回はそちらからやっていこうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。